今回ご紹介する動画はピーコックネイルです。ランダムな感じで置いていただいて、筆の向きを少し変えながらストーンなどを置いていきます。みなさんこんにちは。リュージェルマーケティング部開発チームのまみです。今回ご紹介する動画はピーコックネイルです。最後まで見ていただけますと嬉しいです。使用するカラーのご紹介をします。まず濃い色で、255番のパリスピンクと、次にピンクですね、266番のリボンピンクで、少しパープルを入れていきたいので100番のラベンダーパールを入れて使っていきたいと思います。それでは早速やっていきます。ではやっていきます。まず薄い色からのせていきます。少しこう円を描くように置いていきます。こちらはランダムな感じで置いていただいて大丈夫です。少し中央ですね、中央に薄い色は置いていきます。筆をきれいにしていただいて、次にまた、ピンクですね、リボンピンク、266番のリボンピンクを置いていきます。こちらは空いた隙間に入れていきます。こんな感じで入れていただいて、次に一番濃いパリスピンク255番を入れていきます。濃いめの色は少し外側の方がしっかりピーコックが出るので、濃いめの色は少し外側に置いてあげてください。はい、こんな感じで濃いめの色はちょっと外に入れていきます。でこちら置いていただいたら、あとは線を引くだけなので線を引いていきますね。で筆は綺麗な状態にして引いていってください。では引いていきます。シュッと引いていきます。で一回一回筆の方を綺麗にしてあげてください。細かめに引いていただいてもいいですし、大雑把に引いていただいてもいいと思います。で、中心、こちらですね、中心に向かって線を引いていくイメージでお願いします。で、今チップなどこう回すことができるんですが、お客様とちょっと回っては回せないので、筆の向きを少し変えながらやっていってください。はい、こんな感じで一周しましたので、こちら硬化をしていきたいと思います。はい、硬化が終わりました。これで一応終了なんですが、こちらの、中央にやっぱ線が溜まっているので、中央らへんにやっぱり少しストーンとかを置いてあげて、少し上からカムフラージュしてあげるとより可愛くなるので、ストーンを少し置いていきたいと思います。ストーンなどを置いていきます。
はい、こんな感じで書きましたら一度交換をしていきます。完成です。はい、ノンワイプトップコートで仕上げていきます。交換をしていきます。はい、完成いたしました。はい、こんな感じでピコックネイルの完成です。すごく、手順とかも短くて簡単なので、ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。